Hey, What's up? I'm どうもこんにちは、です今回からですね何回かにわたってシンプルな AfterEffects のプラグインを作ってみようという話をしてみようと思いますまずはですね AfterEffects のプラグイン開発において必要になるファイルこれをダウンロードしましょう理論上は何もないところからゼロから開発するということも可能なのかもしれませんが基本的に不可能な話なのでまずは開発の助けになるファイルこれをダウンロードしましょう 具体的には、プラグイン SDK、ソフトウェアデベロップメントキット、開発キットですね。SDK って呼ばれるものなんですけど、これは開発元である Adobe さんが公式で配布しているので、これをダウンロードします。適当な Web ブ,ブラウザで、After Effects SDK ダウンロードとかって検索すると、Google で検索すると一番上に出てきますかね。Get the SDKs というのがあるので、 Adobe のアカウンントでログイすするるととこんななページになると思いますダウンロードリソースというところを押すといろいろ出てくるのでこれですねザ・プラグイン SDK って書いてあるのでこれをビューダウンロードいろいろあるんですけどまあ最新バージョンでいいと思うのでこれをダウンロードしてくださいダウンロードした ZIP ファイルの中身を解凍しましたでまあ場所はどこでもいいんですけどちょっとですね中を覗いてみましょう SDK ガイドという、After Effects SDK ガイドはここに移動しました。はい、はい、はい、SDK の、えーまあ、いろんなヘルプが書いてあったりとか、Examples 例ですね。これを見てみると、いろいろありますね。Effect と SDK ノイズとかガンマとかパスマスター、トランスフォーマー、テンプレートもありますね。 スケルトンですね。開発の元になる一番基本の形ですね。日本語にすると多分骨組みとかそんなような意味だと思うんですけど、ここから始めるといいかもっていうところですね。あとはヘッダーファイルもいっぱいありますね。いろいろ使えるように Adobe さんが用意してくれたやつですかね。いきなり書き始めてもいいんですけど、まずはですね、例がいっぱいあるので、1個ぐらい実際にビルドしてみて AE で起動できるかどうか確認してみましょう。エフェクトの中の SDK ノイズにしてみますかね。こちらの SDK ノイズソリューションってやつですね。Visual Studio っていう開発ソフト、統合開発環境のファイル管理に対するあれこれが書かれたファイルだと思うんですけど、Visual Studio Solution って書いてありますね。タイプのところに。これを開きます。はい。正常にプロジェクトを開くことができました。だいぶ古いバージョンで作られてたりすることもあるので、 ビジュアルスタジオのソリューションをアップデートしますかとか、なんか古いですとか、いろいろ出てくると思うんですけど、適当に OK を押してれば開けるはずです。軽く中を見てみると、デスクリプション、説明が書いてあったりとか、あとはいろんなピクセルの表し方に対応するような構造体が書かれてたり、ヘッダーファイルじゃなくて、メインの CPP ファイルの中を見ると、About, AE の 情報とかのボタンですよね、エフェクトの。あとは、グローバルセットアップ。なんかセットアップしてるんですかね。あと、フィルター、イメージ、8とか、8、なんでしょう、これ、アンサインドですかね。わかんないですけど。あとは、VUYA。いろんな色の表し方が RGBA 以外にも存在するので、それに対応するものですかね。あとは、16ビット、32ビットですかね、これは。 3 2ビットフロートですかね、これ。同じような関数でもピクセルの表し方が違うといろんな書き方をしなきゃいけないんですよね。めんどくさいですね。ありました。あと、レンダーとかもありますね。多分ここでレンダリングのメインの処理をしてるんでしょうね。プリレンダーっていうのもありますね。スマートレンダー。ちょっと何が違うのかは現時点ではわかりませんけど、ちょっとレンダリングにもいろいろあるんだろうなというところを見ながら、 下の方を見るととあありりまましたかすよね一般的に C++ のプログラムはメインという関数から実行されるようになっているんですけどエフェクトメインと書くということはエフェクトの動作としてもしかしたら最初に呼ばれるところなのかなとか当然ですけどこのままではただのソースコードなのでこのソースコードに対してビルドと呼ばれる作業を実行して AEX ファイルアフターエフェク s のプラグイン本体をですね生成して 実際に After Effects でこのエフェクトがどういうものなのかというのを確認してみましょう。具体的には SDK ノイズこの部分を右クリックするとビルドというボタンがあるのでここを押せばビルドできるはずなんですけどちょっとどこにファイルが吐き出されるのかとかのいくつか確認しておきたいことがあるのでビルドを押す前にプロパティを確認します。そうするとジェネラルのアウトプットディレクトリが AE プラグインビルドディレクトリーとなってるんですけど、いや、この、これは具体的にどこなんだろうっていう話ですよね。エディットをして確認してみると、私の環境では C のえー After Effects のフォルダのサポートファイルズのプラグインズのアンダースコアビルドとなっています。おそらくですね、初めて見た人はここが何もなかったりするんですかね。もちろんですね、AE プラグインビルドディレクトリーっていうこれを書く代わりに、 パスを直打ちしても問題ないんですけど将来たくさんのプラグインを例えば開発したときに全てにパスを自家打ちしてたとするじゃないですかそうすると例えば AE のバージョンが変わったとき全てのプラグインをビルドし直そうかなとか言ったときに非常に面倒くさいと思いませんか全て自分が開発してきたプラグインのこのアウトプットディレクトリーのところ全て書き換えるっていうのはちょっと無駄なので どこかにこの情報を保存しておいて、それを読み出せば便利じゃないかという発想になります。実はですね、そんな設定がどこにあるかというとですね、コントロールパネルを開いてもらって、ここに環境変数、英語だと Environment Variable っていうんですけど、Environment Variable と検索すると、Edit the System Environment Variables、システムの環境変数を編集とかですかね。これを押すと、なんか色々出てくるんですけど、ここに environment variables というボタンがあるので、これをクリックします。そうすると、多分個人的なものも入っていたりして、モザイクがかかっているかもしれないですけど、AE Plugin Build Directory。実はですね、私は、この AE Plugin Build Directory という変数を保存しています。なので、ここに打った時に、この文字列がここに現れるわけですね。例えばですけど、他の変数名を見ると、 f ィーにユーザープレファレンスディレクトリ、f ィーにっていうソフトで使ってるものだと思うんですけど、こんな変数があるので、例えばこれをユーザープレファレンスディレクトリとか入れてみると、ここに書いてあるディレクトリがこっちにも表示されてますよね。今回ですね、今まで a フ t e r e f f e c 2 0 2 0で開発してたんですけど、2021の SDK を落としてきたので、私はですね、これをじゃあ編集として2021にしておきますかね。OK。 初めて開発する人で、この変数がないときは、new として、バリアブルネームは、これと全く同じになるように。で、バリューのところに、値のところに、ディレクトリを打ってあげればいいかなと思います。OK です。環境変数を編集したんですけど、値が更新されてないので、パソコンを再起動していきましょう。はい、パソコンを再起動してきました。もう一度ですね、SDK ノイズの プロパティーズを確認すると、ちゃんと2021になってますね。ビルド先をプラグインズフォルダの中のアンダースコアビルドとしたので、ここにアンダースコアビルドというフォルダを作っておきましょう。とりあえずこんなもんですかね。では、ビルドしてみましょう。右クリックから、ビルド。えーっと、なんかエラーが出ました。 This file c o n t a i n クタ character that cannot be represented by in the current code page. 文字コードの問題ですかね。どれですかねこのハテナですかね。これコメントなので、なんでしょう。なんか問題があるんですかね。でもこれワーニングなので,で、しかも SDK の中なので、多分問題ないだろうということで。で、この注意、ワーニングがエラーとして処理されちゃったってことなので、ちょっとワーニングは、えっと、なんとかしましょう。プロパティの中の ジェネラルの中に treat warnings as errors 注意をエラーとして処理するみたいなところが yes になってるので、no にしておきますかね。ブライオッケ o k もう一回ビルドしてみましょう。なんか出ましたね。一個目のワーニングはさっき出たやつで、二つ目が今度リンカエラーですね。cannot open file.open ファイル,オープンファイル あ管理者権限ですかね。プログラムファイルズの中に直接ファイルを生成しようとしてるので、おそらく管理者権限で蹴られたのかもしれません。プロパティからセキュリティ、ユーザーの書き込みが許可されてないので、エディットからユーザーの書き込みですね。これを許可しておきましょう。もう一回ビルドしてみます。お、来ました。 正常にビルドが成功したようですプラグインフォルダのビルドを見てみると、ちょっと余分なファイルも生成されてますけど、ちゃんと sdknoise.ax というものが生成されました。実際に a、e、を実行して確認してみましょう。はい、a、e、が起動しました。えっ、ー、と、適当なコンポに平面を置いてエフェクトから sdk と検索すると、サンプルプラグインズというカテゴリーの中に sdknoise というエフェクトがあるのでこれを適用してみますするとちょっと見づらいですけどノイズが生成されましたどうやらちゃんと動いてるっぽいですねなんかノイズのランダム関数の精度が悪いのか若干この辺にパターンが見えますけど、まあ、気にせずいきましょうサンプルなのでこれであとは適当なサンプルをもとにコードを書けばプラグインが作れそうなので次回からはですねいよいよ実際にプラグインを作ると。 いうことをやってみようと思います。じゃあのー。